孫ュ順は、韓国の俳優。韓国校、島広域市出身。身長176センチメートル、体重67キログラム、血液型 B 型。末元大学校エンターテインメント、学科専門学士課程卒業。高校1年生の時に所属していた劇団、チンダル・レピネで主演を務めていた。大学卒業後、演劇を続けるために、 ソウルに上京し、幼馴染みである、東方新規のメンバー、ユンホに紹介してもらったマネージャーの助けを借りて2005年10月21日に、生放送スクープケム芸能ニュース MC で、初めて芸能界デビューした。2007年、J&H メディアが立ち上げた3人組ボーイズバンド、タキオンのリーダーとして、デビューシングル、フィールやブリーズを発表したが、すぐに解散した。 約10年ほどの無名期間を経て、2013年、応答せよ1994でヘテ役にキャスティングされ、一役有名になる。2014年、太陽が一杯でヒロインの弟役で出演。同年、花より青春ラオス編や三色ご飯シリーズなどのリアルバラエティ番組に出演し人気を博す。2015年、ミセスコップで、 ハンジヌ役を演じ、アクションシーンで好評を得る。2016年、MBK エンターテインメントとの契約を満了後、7月から YG エンターテインメントに移籍。2017年、大ヒット恋愛ドラマ、ゴーバック夫婦にチェバンド役で出演。2018年、進行のある、俳優湯、四足と寄付企画番組、コーヒーフレンズに共演。 収益金はすべて子供のリバビリ病院に寄付された。2020年大ヒットドラマ、私たち恋してたのかなで有名な小説家兼脚本家の役を演じる。2021年6月、YG エンターテインメントを離れ、シンクエンターテインメントに移籍した。ありがとうございます。